グルジア人、あるいは、ジョージア人は、南コーカサス地方の共和制国家であるジョージアの国民である。国外では、同国内で8割以上を占める多数民族である、カルトベリ人と同一視されることも多い。また、同国内外に居住する民族の民族名であり、カルトベリ諸語に属するグルジア語、メグレル語、スバン語を話す。その多数が、 グルジア正教会を信仰しているが、国会に面したジョージア国内のアジャリアやアゼルバイジャン、トルコ、イランにはイスラームを保ずるグルジア系住民が居住している。ジョージア在住のカルトベリ人の多くは20世紀末まで続いたロシア帝国とソビエト連邦による非支配の関係からロシア語由来とされるグルジア人という故障を忌避する傾向が強い。カルトベリ人は コーカサスで最も古い民族であり、ジョージアを中心に、トルコ、ロシア、アメリカ合衆国、イランその他の国に住む。南コーカサス語族に属する言語を話す。人種系統は、地中海人種に属する。こうした経緯もあり、国家国民としての抗議の、グルジア人ないし、ジョージア人は、国内に居住する、カルトベリ人以外の少数民族であるミングレル人。 ラズ人、スバン人、また国内で事実上の独立状態となっている南オセチアのオセットビトやアブハジアのアブハズ人などを含めた国籍保有者を表す。これは国家としてのハンガリーの多数民族であるマジャル人とそれ以外の民族を含めたハンガリー国籍保有者を表すハンガリー人の場合と同様の関係である。最も早く コーカサスに定住した人たちを外しながら、ジョージアの人々は、民族の統合と、国家の形成に複雑なプロセスを経験してきた。現在、グルジア人は異なる、風俗習慣や方言を持つ多様な純民族集団からなっている。このような純民族の中には独自の言語を持ち、バイリンガルな、ミングレル人、ラズ人、スバン人、と純粋な、グルジア人がいる。純粋な、 グルジア人は5世紀以来書かれてきた独自のグルジア文字を持ち、グルジア語は公用語とされ、ジョージア国内に住むすべてのグルジア人がこの言葉の教育を受けている。古代のグルジア人は古代ギリシャローマにコーカサスイベリア人、あるいはコルキス人として知られてきた。イベリアというのはコーカサス地方を指したギリシャローマ的な呼称であり、 現代のバスク人など、イベリア半島の先住民族と交化させイベリア人が、同じ起源を持つという説が根強くある。グルジア人の大多数は、キリスト教徒で、4世紀以来独立した、グルジア正教会に忠実である。4世紀初めに、キリスト教系史、史上2番目に古いキリスト教国として327年に、国教化した。トルコ、イラン、アゼルバイジャン、 アジャリア自治共和国にはイスラム教徒のグルジア人がおり、またカトリック教徒のグルジア人も存在する。東西の十字路に位置するグルジアは長い歴史を通じて多くの文明に影響されてきた。グルジア人は多文化の特徴を吸収し、独自の伝統と調和させ、中世には高度な文化を形成した。 古代の部族連合に起源を持つグルジア人は11世紀初めには高度に組織化された封建王国を樹立し13世紀のモンゴル帝国による侵略までコーカサスに歯を唱えた。近隣諸国の脅威と国内の絶え間ない不安定を抱えながらグルジア人は程度の差はあれ独立を維持してきたが19世紀初めにロシア帝国に併合された。 その領土はソビエト社会主義共和国連邦に引き継がれたが、1991年のソビエト連邦の崩壊に伴い再び独立した。類いまれな歴史的変動を経験しながら、グルジア人たちは勝負の気風を有し、独特の多声音楽ポリフォニーは、グルジア政界以来の長い歴史を有して、最初のユネスコの無形文化遺産のリストに掲載されている。また、 古式武術や民族舞踊など独特の文化を継承し、ワインやヨーグルトなどの伝統的な食文化に支えられた世界的長寿国としても知られている。グルジア人の Y 戦食体は、ハプログループ G が30.3%、ハプログループ J2 が31.8%、ハプログループ R1A が10.6%、ハプログループ R1 ビットが9.1%である。 ありがとうございます。